さてと、すっかり夜になってますけどね。まあ友達に、お土産品渡してきて、で、そのままね、一緒にご飯を食べてですね、長屋の方でね、飯を食って、で、今帰ってくる途中なんですけどね、ちょうど今ね、大春にある、自販機、寄ってきたところですね、二つ開けてるのか、昼間に、まあ、ね、時間でわかるよね、昼間に撮っとったね、前にあげとった、自販機のやつと違って、今度、ショートのやつで、これより先に上がってる。だから、これの直近で上がってるはずですけど、なんか和菓子の自販機があるよっていうのでね、それでちょうどね、その友達から教えてもらえたんで、その自販機もあるやけど、なんかその和菓子の自販機あるの有名らしいよっていうのをね、ちらっと情報入れたら、ちょうどね、夜、やっとるかなと思ったら、まあ、自販機なんでやはり24時間でね、やっとってくれたんでね、今この時間にお和菓子をね、ゲットしてきました。やった。お菓子とかさ、松葉堂でいいのかな、ということですね。また詳細はね、家帰ってからね、開けて食べて、レビューしてみようと思いますけどね。もう夜くらいでね、ちょっと商品とかで映せないんでね、おすすめセットっていうのを買ってきましたよと。まあ、ショート見てもらった方がわかるかなということですけどね。あれですね、駐車場だけ、ちょっとどこにあるのかわからなかったんで、ちょっと近隣の広いところ、止めさせてもらったんですけど、またちょっと駐車場の場所だけはね、別途、わかってればね、調べてわかっとれば、出しときますんで、そこちらの方で行ってもらったらいいかなと思います。まあ、場所はわかりやすい場所なんでね、こんなところにこんな自販機あったんやってんでね、買ってきましたということで、今ちなみに、あれですけどね、名古屋の方来たんでね、こいつね、おいおい、アールコーヒーね、飲んでね、行こうと思います。で、折り返し地点のように話してますけど、全然折り返しでも全然ないですかね。名古屋から四日市の途中の大春ですからね。まあ、話すことあるのかな、わからんけど、なんか、ぼちぼちと思いついたら喋っていこうかなと思います。そうね。何かで行こうかな。まあ、雑談系で行くと、まあ、雑談をするということに関する話で行くと、生放送ですよね。なかなかね、再開ができてないという、状況なんですけど、まあね、結構コメントとかでも、また生放送の再開をね、ご希望いただいてるっていう声もいただいてるんですけどね、なかなか忙しくてね、難しいですし、やっぱ交代制のね、この感じだと、起きてる時間が、今までのシフトのところと違うのが、この時間は絶対起きてるよっていう時間があんましないですよ。あんまあるんですけど、朝の3時台なんですよね。この時間さすがに生放送やってもな、まあ、逆に起きてる人にあれかなと思ったんですけど、通知がやっぱり夜中に行っちゃうんで、それがね、非常にちょっと一般のね、お客様のちょっとご迷惑になっちゃうのかなということでね、一旦ちょっと、まあ、だからその時間起きとっても結局その編集内にならないとやってますんでね、結構もうカツカツなんでね、まあ、その資格試験のね、QC の勉強しとったっていうのはありますし、プラス言うて今ずっとニコ動のね、投稿、本格投稿再開して、今過去動画をね、ずっとアップロードして、今700本超えたかな、720本ぐらいかな、まではアップロードしたんですけど、まだ300本ぐらい残ってるんですよね。まあ、300はない、200切ったかなぐらいのストックなんですよ、残っているのがね。これ吐き出さないといけないんですけど、まあまあ言うてね、なかなか大変で。言うて、冷静に考えてみたら、そっちがね、週1日3本で、週末5本投稿してるわけですよね。で、まあ、同じものを使いますとはいえですよ、YouTube にも毎日今動画を上げてるんですよね。ですから、ニコ動で、考えてみたら、3515、月から金で3515にプラス、同日で、55の10上がるわけですから、3515の25本上げてるんですよね。で、それにプラス、YouTube で7本上げてるんだから、週に32本投稿を続けてるんですよね。まあ、これはね、やはりね、地味にね、大変なんですね。っていうことなんですよ。ですのでね、まあ、このとりあえずストックの吐き出しで、終わるまではね、ちょっと駆け抜けていこうかなと。ニコニコもそうなんですよね。もうちょっと、
新規顧客がね増えてきてくるような感じにね、なっていくといいのかなっていう感じがあって、まあそこでいくと、やはり今どっちかというとニコ動は安定して撮れるのはやはりボイスドイド、踊ってみた、ボカロ、これの見てですね、まあ、ゆっくりも含めてね、その手の実況解説、系と、あとはゲーム実況か、ゲーム実況かなっていうところの中で、まあ、なかなかね、こういった顔出して実写で肉声でね、話して雑談したり、どうのこうのっていうのは、まあ、ニコ生の方、生放送に行くと雑談放送とかもありますけど、生放送でないと逆に言うと、なかなか、ないかなっていうところですので、こういったね、総合的にいろいろとやるところがね、まあ YouTube でもここまでね、そのノンジャンルでねやってるところもなかなか少ないですけど、まあで旅先、旅動画とかそういうのでもやっぱし基本的にはやっぱしニコ動はもう完全に、ボイスロイドが、大全盛期ですからね、うん、なんとかこういった、自前でね、自前というかこういった感じでね、やっているのが、なんて言ったらいいのかな、主流になるのは、ね、多分難しいと思いますけど、一つね、マーケットとしてね、そういったところをね、まあ、もうどっちかというと開拓ですよね、多分ボイロでそういったのを聞きたい人っていうのは、やっぱし、こっちの方だと多分よっぽど企画が面白い、よっぽど、こんなところ行ったんや見てみたいっていうようなのを出さないといけなくなってくるんで、だったらねどちらかというと新規顧客でね、取っていくのを狙っていくっていうのもありなのかなと思ってます。まあ、どこ行くのかな、まあやっぱり例えば上位ランキング上位とか見てもトップ30までほぼ全部ボイロかその手系ですもんね。ジャンル旅行系とかに絞ってみても、エンタメ系でもやっぱしボカロ、V 系か、 V 系と、まあ、ボイロ系と、まあ、やっぱそういったバーチャル系がやっぱりすごく、強いというかほぼ河川状態ですよね。ほぼほぼいないっていう状態ですかね、こういったジャンルでやってるとか。まあそれはもう10年前からね、あのゆっくりほぼほぼみんなゆっくりでっていう感じでしたから、そこでいくとうちは完全に、常に、時代の潮流には乗ってないじゃ乗ってないんですけどね。まあでも、冷静にねこうポジティブに考えるならですよ、冷静じゃねえな、ポジティブだな、ポジティブでね考えたら、うちのところってね言ってその実写2009年に顔出しでやるっていうのがまずいなかったでしょ、 いないっていう中 でしかもトークで40分ぐらい食べてね、あの当時その容量の兼ね合いがあってなかなかそんな長尺上げようって人いなかったんですよ、画質落ちるんでね、うちの場合もバリバリに画質落としてでもトーク40分するっていう動画アップ しとったんで、そういう意味でいくと今の新世代 YouTuber が作ってる構図と多分その戦略的にはその2009年やってたんあのですから、当時、2009年だから当時25か、5、6とかそれぐらいの頃かなにやってたんだから、あだからもう25、6ってことは今の新世代 YouTuber の子たちの今の年齢よりももうまだ上なんだ。初めた頃25、6、そうだな、2009年なんだからそんなもんだよな、25とかだな、25ってことは今の子たちだと25歳ってどこ、コムドット、コムドットももうちょっと下か、相馬さんとか30超えてますもんね、ヒカルさんも30超えとる方やし、東海が29の年ですもんね、ですからもうちょっと前でしょ、うん、やっぱ土新世代のって呼ばれていて今わーってやってるところと同じぐらいか、
お部屋さんとかが今25ぐらいなのかな。ああ、とかレイクレカそのあたりか、そのあたりかな、うん、っていうことなんで、そう考えてみると、そんなことからやってたんやなとふと思いましたね。